はい、どうも。今回はですね、水の遭遇パワーレベル2のレシピを紹介します。で、まずはフリーモードにします。で、ハーブソーセージを2つで、切り身フライを1つで、ライスを3つで、ピーナッツバターを2つで、ソルトを2つで、これで水の遭遇パワーのレベルを2にすることができます。で、ただ崩れやすいのでそこだけ注意ですね。で、積み方としては、まあ、ライス3つを右にやります、まず。で、次にハーブソーセージで土台を作ります。まあ、いつもこんな感じで積んでってますね。で、あとは切り身フライを乗せます。で、このパンは乗せなくて大丈夫です。で、これで水の遭遇パワーのレベルが2になります。はい、というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。